白井勝彦は日本の工学者。前放送大学学園理事長。日本電信電話株式会社取締役。第15代は瀬田大学総長。専門は知能情報学。学位は工学博士。日本における音声認識の第一人者であり、ウォーボットマイナスに及びその後継で。 つくば科学万博で展示された和数ボットの音声処理システムは白井研究室で開発されたものである。大学時代には男性合唱団、早稲田大学グリークラブに所属。ウラジーミルレーニン研究者で京都聖火大学専任講師の白井里氏は実施。前任者の奥島高康と同様に大学改革に積極的であり。 就任後様々な改革に取り組んだ。早朝就任後、スポーツ科学部、人間科学部通信教育課程、国際教養学部、政治経済学部国際政治経済学科、大学院公共経営研究科、大学院情報生産システム研究科、大学院法務研究科、大学院会計研究科、大学院スポーツ科学研究科を新設。2007年には、 第一文学部及び第二文学部を統合再編し、文化構想学部と文学部を新設。また理工学部を分割し、機関理工学部、創造理工学部及び先進理工学部に再編した。2008年、東京都中野区の警察大学校の跡地一部を取得し、新たに中野キャンパスを2012年に開設する予定であることを表明した。実際は、 留学生の大規模受け入れに伴い、早稲田大学中野国際コミュニティプラザとして、2014年度から開設されることとなった。かねてから、慶応義塾大学と対比され、医学部設置構想たるものが、たびたび湧き上がるものの、現段階では、東京女子医科大学との移行連携に止まっている。また、総長自身が、医学部は、持っていない方が、メリットがある。 様々な大学と得意分野で連携ができると発言しており、医学部を設置する予定は現段階ではないようである。2008年、筑波大学と教育、研究における包括的協定を結んだ。総大の理工学及び、筑波大の医学の両者を履修することで、両方の学士を取得できるプログラムを検討している。実現した場合、 医学部のない早稲田大学を卒業した者が医学志望を取得できることになる。アジア、とりわけ中国への進出が目立つ。2004年には北京大学との共同教育研究機構の共同設置を表明し、また同大とのダブルディグリー過程を設置している。大学の国際化に傾注しており、2007年には 5年以内に留学生を8000人受け入れる計画があることを表明した。同年、大木と早稲田大学講師学院設立協定書に調印。早稲田大学に世界初の研究型講師学院が設立された。2001年の早稲田大学専門学校から早稲田大学芸術学校への組織再編を継承し、就任直後の2003年に、 早稲田大学川口芸術学校を新設するなど、直属専門学校に力を入れ、芸術分野への進出を試みるものの、経営不振により、2010年に早稲田大学川口芸術学校は、閉校が発表され、早稲田大学芸術学校も規模が縮小されての、存続となった。2009年4月から、大阪府茨城市の、雪寮中学校、高等学校を、 継続校化し校名を、早稲田雪量中学校、高等学校に変更した。また、佐賀県唐津市に、早稲田佐賀中学校、高等学校を2010年度に、新設し継続校とした。前者は、学校法人早稲田大阪学園、校舎は、学校法人、大熊記念早稲田佐賀学園がそれぞれ設置し、早稲田大学を設置する。 学校法人は稲田大学とは別法人である。卒業生のそれぞれ約1割と半数が早稲田大学へ進学できる。ありがとうございます。